デグーは、デグー科に属する、月詩類で、デグー族、または、その一種を指す。原産は、チリの山岳地帯。主に草や樹皮、種子、果物などを食べている。体長は尻尾を含めなければ1 2センチメートルから2 0センチメートルほどで、体重は3 5 0グラム以下である。寿命は5年から8年。生後感もない頃は、 摂取は白く生後6ヶ月頃でオレンジ色になる。毛色は、元々の色である、アグーチ色に加え、稀に青や銀に近い色味を持ったブルーが存在する。その他、主にペット用にブラック、ホワイト、サンド、パイドなどの色変種も生まれている。野生下では山脈に暮らすため、リスやチンチラほどではないが高い脚力がある。月脂類としては、耳が非常によく、視力も、 ラットやハムスターに比べると高く、四季角は二色型四季角とも言われている。特徴的なのは、紫外線の反射光を見ることができると言われ新鮮な尿は、古い尿よりも紫外線を強く反射するため視覚的に縄張りを把握できる。嗅覚は月脂類としては飛び抜けたものではない。このためできるだけ高地に登って、聴覚、視覚を活かして、 周囲を警戒しようとする習性を持つ。体をきれいにするため、定期的に砂浴びをする。糞尿の匂いや体臭は、ほとんどない。山嵐らしや木の多くの種同様、基本的に、トイレの概念は薄く糞尿は垂れ流しであるが、巣に糞がたまることは嫌い。巣の入り口に排泄する個体が多い。完全な装飾性。モルモットや人と、同じく体内で、 ビタミン C を作ることができないと言われている。過酷な環境で暮らしているため粗食であり、大泡藝りなどの牧草と、水だけで一生を過ごす。糖分の代謝をしにくい体質であるため、栄養過多な餌を与えると、かえって糖尿病の原因となる危険がある。野生下では、チンチラトスを共有することもある。このサイズの月肢類、哺乳類としては、 知能が高く、人間の3歳児並みとも言われている。音声によるコミュニケーションを行い、鳴き声は15種類以上あると言われる。集中力、学習性があり、頭の良い個体であれば簡素な学習行動や芸を仕込むことが可能。ペットとして飼育されている、デグーヨーロッパなどでは、ペットとして比較的人気のある種であり、近年日本でも人気が高い。 好奇心が非常に旺盛で、社会性があることから、同サイズのハムスターやリスなどよりも人に懐く。飼い主への信頼の表明の仕方は、ラットなどに近く、マッサージされることを好む。反面、学習能力があるため、嫌な記憶があるとその対象にはなれず、根気よく世話をし続けないと信頼を戻すことは難しい。なお、 コミュニケーションとして、鳴き声により感情表現を行っており、チッチ、ピロピロ、キーなど多くの感情を鳴き声として表現する。その性質から、別種の月種類などに、自分から寄っていって、コミュニケーション行動を取ることがあるが、同サイズの月種類の多くは、デグーより知能が低く、単独行動を取る、雑食性が多いため、デグーに攻撃を加えることもある。 ありがとうございます。